セックス中にどういう言葉をかけるか。セックス中に、あ、なんだろうな。セックス中どんな感じ。やばい。うわあ、最高。久しぶりの休日って感じ。これは休日感あるね。ああ。え、何？高さん一番動く。一番動くでしょう。俺高いなかったら何もできないかも。俺らだとダメかもね。うん。そんなことはないよ。結構いいじゃん。いい感じじゃない？ほら。もう。あ、車の音しない？あ、来た来た来た。やっほー、大ちゃんありがとう。お疲れ。おつおつおつ、ちょうど焼いてたわ。超山いいね。山でしょ。すげえ山かねえな、マジで。ゆっくり楽しんだから。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いきます。はい、いいです。はい、あー、いいじゃん。はい、どうですか。お、ぴったりじゃないですか。ぴったり、ちょうだいこれ。ぴったり。いい人よ。いいよ。はい、そうそう、はい、いいよ。お疲れ。お疲れ。ボノイチ。ボノイチ。プレゼール、アミゴ。アミゴ。コエラブリ。イエイ。イエイ。これさ、もうそれ照らさないと歩けないぐらいのレベルだよね。そう。え、ちゃんと、俺も。ちゃんと服持ってきた。持ってきたよ、着替える。あ、中で、あれ、うん、着替えます。ああ、ローズさんですよね。あ、ローズです。あ、そう、ローズです。お久しぶりです。お久しぶりです。どういう感じでここ誘われたんですか。え、この間なんか、はいはい、番組で言ってたんですけど、そのお疲れ様会をローランドさんがやってくれて、で、キャンプするよって言われて、え、めっちゃ行きたいっつって誘ってくれたんですよ。何の番組を出て。あの、バチェロレッテ。あー、はいはいはい、はい、そうそうそう、出させていただいて、そのお疲れ様会をやってくださって。あ、ローランドロランドさんが、そうそうそう、やってくれて、そういえばキャンプ行くから行くみたいなノリで誘ってくれたんですよ。あ、もうそ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 う、すごいよくしてくれて。おー、めっちゃ一緒ですね。めっちゃ一緒です。うわ、来た、おそろ来たよ。うわ、来た、皆さん、おそろ揃いましたね。では、とりあえずワイン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 、はい、バブリー、めっちゃバブリー、いいね。え、それではグラスを片手に持ってください。サウジー、サウジー、サウジー、サウジー。肉どこ、肉どうやって、じゃんけん、じゃんけんでしょ、じゃんけん。声出て焦げてるよな。全然美味しそうに見えないでしょ。全然美味しそうに見えないでしょ。焦げすぎちゃう。じゃあ、はい、最初はグー、じゃんけん、ぽい。しゃー、やばよっしゃー。でもどうなってんのこれ。あ、こういう感じで。そう、多分これが一番いいやつだよね。 あ、ですよ。全然です。でも俺も佐藤の方に見せる。俺、俺中学の時チームメイト紹介おせな。ちょっとだいぶ出そう。あ、そういえばみたいな。ああ、同級生なんだ。同級生、同級生、そう、同級生だよ。じゃあ三人でじゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。あー、マジかー。なんで俺らの引きの悪さ。うわー、持ってんねー。マジかー。おすすめどれ。おすすめも、え、おすすめ、これおすすめ、これ俺にするじゃん。俺それ。え、これどれ。めっちゃ赤み、めっちゃ赤み。いいね。これね、うまっ、めっちゃうまいわ。味ついてんのこれ。あ、いや、味ついてる、俺つけた。髪切った、髪切った、いい感じ、うまいよ、うん、本当、うん、髪切って一番最初見た俺だったの、うん、俺のジム、マジ髪の毛だらけ。なんか前髪キモいよ、マジで。うざったい、うん、そういうキャラ、そういうキャラ。ちょっと違うよ。このさ、前髪やばくない。ちょっとよく見せてください。重くない髪の毛。なんで、なんか、なるほどね。ダウンがダサすぎる。なんで。あの、すごい硬いね。チッ毛みたいな、ね。めっちゃ硬いですよ、髪の毛。酔っ払ってきたわ。早くね。おー、星が綺麗だな。愛してるよ。
愛してるよって言いそうじゃん。愛してるよって愛してるよって言ってたの。言ってない言ってない。書いてた書いてた書いてた。熱気に赤裸々に彼女に対しての愛を。なんかそういう風に言ってたみたいです僕が。すごいよね。すごいじゃん。いや愛してる。でもそういうそういう男はモテると思いますよ。だって言えるもんね。うん。やっぱ ラテンの、ね、ラテンの血が入ってんじゃん。ラテンの血流れてる。ラテンの血流れてる。でもそう。愛してって言います？全然言う全然言う。で最近の僕の本当の悩みは、うん、その愛してる以上の言葉を見つけたいんですね。かっこいい。だからそれがだからあの月が綺麗ですねっていう言葉だよ。なるほどね。月が綺麗ですね。そういうことになるね。そう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 。愛してる以上の言葉を見つけたいんです。月が綺麗ですねっていう言葉だよ。そういうそういうこと意味ないね。そう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 。あれ火ついてる？ついてるついてる。つけっぱ焼くよ。何？あれ頼む。あいよ。焼きますよ。肉まだあるよ。肉早めにやった方がいいんじゃん。5個あるから5個焼いちゃった方がいいんじゃん。タカ彼女と週1しか会わないんだっけ？それがいいよ。彼女いるのタカ。そう。タカ彼女。え週1だったら週1絶対。いやだってあの普通に。会うだけの時もあるよ。ご飯食べ行くだけ。なんで声とか出す。出す。出す。出していくスタイルね。なるほどね。絶対見ません。まあまあまあ無音は嫌だよ。もう。あとどんな言葉かける。何？セクシー中にどういう言葉をかけるか。セクシー中に？あ、なんだろうな。セクシー中？どんな感じ？まあ、可愛いとか言うんじゃない？綺麗とか綺麗だねみたいなことセック中に、いいね、綺麗とかな、綺麗なんてセック中はな、俺言うよ絶対どういうとこで普通にいいじゃん一回欲しい、一回欲しい、一回欲しい想像つくだろ。いやいやいや、わかんない、わかんない全く、絶対一番つくだろ。いや、つかないからやってほしい。嘘だ嘘だ全くつかない。言わないセック中、頭こうやってやってんじゃん。普通にね。頭こうやってやってんだ。でこうやってやんない？こうやって近くで。わかる。なんか綺麗だねって言う。言う。言わ。やば。言わない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 。何しようかなマジで。えなんかある？そのこう行きたいビジョン、うん、ビジョンある。ビジョンはまあ明確にこれっていうのもないんだけども、サッカークラブを1個買いたくて世界大会に自分のオーナーになって出したいっていうのがちょっと新しい目標できたから、まあ、32歳ぐらいでちょっとロンドンに移住して4部リーグぐらいから買ってちょっとずつ成長していって、まあ死ぬまでにヨーロッパのチャンピオンズリーグで大会があるんだけど、それがまあ一番大きい大会なんだよサッカーで、うん、そこの大会に自分のクラブを出せたら、まあもう俺いつ死んでもいいなっていうぐらいかもしれない。それ夢あるね。かっこいい、すごいね。夢でけ。世界か。世界のチーム買収。夢は？いや僕は僕今そのサッカーの仕事やってます。教えてるってことですか？そうそうそう。社長さんだからこんなんで。社長さんなの？こんな前髪でも。こんな前髪。なんかブランドは欲しいですよね。自分なんか専用スタジアム、スタジアムみたいに行かなくて。それして何するの？グラウンド作って。教えるとこで。ちょっといろんなことをやりたい。大会も何でもできんじゃん。まあまあね。サッカー以外でもさ、なんかできんじゃん。ライブ主催して。もう何でもできるじゃん。え、だったら発信した方がいいよ、マジで。だから結構やっぱりアウトプットしないと。タカとかいいやつじゃん。うざいやつだったら、あいつの夢とかも壊してやろうってなるけど、めっちゃいいやつだから、なんか本当、助けてやろうみたいな。なるよ。確かに、でもそれはあるかもね。言ってたらさ、言うの大事だね。確かに。俺もでかい規模のジムが欲しいな、自分の。やりたい。言った方がいいね、まずそれ。でも僕はもう海外でデビューした。あ、海外なんだ。スーパーボール。スーパーボールか。スーパーボール。いや、そしたら見に来て。え、日本人がさ、スーパーボールで歌ったことはもちろんないよね。ない。坂本九さんが全米で1位取ったのが日本人で初の全米1位。そうだね。だよね。いない。うん。いない。やっぱ夢やね。夢語るのってやっぱいいよね。なんか男で飲んでる時の特権みたいな。そうだね。Take me for what
がめっちゃいいめっちゃいいやばいね。イエーイ、俺のベッドで床これはじゃんけんで勝ち取りました。いいね、このベッド、いいね。イエーイ、深夜3時今3時です。流れ星見たね。でも流れ星そう、流れ星見たよ。高い階見た、見れなかった。ベッドの人怖いんだけど、これお願い事し忘れたけど、まあ、まあまあいいでしょう。おやすみなさい、皆さん、ね、じゃあおやすみなさい。おやすみー。 Good night.